EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。アンドロップです。僕たちアンドロップは5月10日にニューシングル、プリズムをリリースします。はい。はい、今回の聞きどころありますかね。はい。こちらですね、2年2ヶ月ぶりのですね、シングルということで、大変気合の入っている作品なんですけれども、まあ自分たちが今まで活動してきて、まあ辛い思いとか悲しい思いとかしましたけれども、なんかだからこそ鳴らせる音とか、歌える言葉があるんじゃないかなと思って、思いを込めて作ったので、ぜひ聴いてもらいたいです。はい。そして、このニューシングル、プリズムを引っ提げて、全国ライブハウスツアーを行うことが決定しております。はい。今回21箇所、ライブハウスツアーということで、久々に行く土地だったり、初めて行く土地もあったりと、僕ら自身がすごいね、楽しみにしています。非常に熱いライブになりますので、ぜひ遊びに来てください。はい。その他の情報はオフィシャルホームページをチェックしてみてください。マイ検索ワードを教えてくださいということなんですけど、最近なんかこう検索したことなんかね、はい、ネットであるかなと思ったんですけど、なんかあります？何でもいいんですか？何でもいいですよ。なんかありますか？そうですね。最近検索したのはですね、中日ドラゴンズ先発ローテーションっていうのを調べましたね。やっぱ野球を、見に行く上で先発のローテーションが分かっとくと、ね、あ、この日行けば、あ、今日はピッチャー大野だなとかさ、はいはいはい、そういうのが分かるといいですよね。確かに分かってた方がさ、そうですよね。狙っていくわけですね。はい。まあそれです。僕は。はい。はい、いいですね。いいですよ。はい、というわけで、ニューシングルプリズム、そしてライブハウスは、ぜひ皆さん楽しみにしててください。以上、アンドロップでした。